どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。アーカイブアップロードのシェアをさせていただきたいと思います。アーカイブアップロードというのは一体何かというとですね、以前ガズレレ YouTube で取り上げていたレッスン動画を今このタイミングでもう一回歌いませんか皆さんっていうお誘いみたいな感じですね。はい、今回おすすめしてシェアしたいのはこちら、ドン、オレンジレンジの花。この曲ね、あのサビのメロディーたまらないですよ。今心込めてこう歌いたい、そんな曲だなと思いました。2018年のレッスン動画になります。またガズさんの様子も結構違いますけどね。はい、でこの動画今初めて見たということで、ウクレレやってみたいなと思う方もしいらっしゃったら、ここから見てもらうとね、どんな方でもすぐできるんで始めてみてください。はい、そういうわけでやってみましょう。オレンジレンジの花、ガズレレ流レッスン動画どうぞ。オレンジレンジの花、あの名曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流超簡単バージョンでやってみたいと思います。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにゆっくり簡単バージョンをやりまして、後半は16ビートノリノリの感じで、やってみようと思います。さて、じゃあ早速始めましょう。花、まずは初心者さんでも簡単にできるようにしたシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー。花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。 Say yeahだろうか。泣き笑い起こる君の表情、全て全てなくなるのならば、二人の出会いにもっと感謝しよう。あの日あの時あの場所の奇跡は、また新しい奇跡を生むだろう。愛することで強くなること、信じることで乗り切れること、君が残したものは今も胸にほら輝き、失わずに幸せに思う。巡り会えたこと、俺の願いを取り戻せたこと、ありがとう。溢れる気持ち抱き進む道のり、花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたに会いたい。花びらのように散ってゆくこと、この世界で全て受け入れてゆこう。君が僕に残したもの、今という現実の宝物だから、僕は精一杯生きて花になろう。よいしょ、じゃじゃん。オレンジレンジの花、シンプル簡単バージョンやってみました。こういいですよね。はい、で今もちろん聞いていただいて分かったように、ガズレレ流ショートカットバージョンです。ウクレレ練習用のショートカットバージョンで、まあ主なパートのところ、やらせてもらって、今つまり1番から1番のサビやったところで、終わっています。そこのところご了承ください。で、続けてやりたい方は、基本的にはこのコード周りの、これ足していって歌詞を書き出して、自分だけの歌本を作っていただきたいということで、この時にその参考になるように、今私のノートを見ていただきたいと思います。これいきなり歌始まりですね。伸ばして今歌ってました。で、ここちょっと感想入って、おーいえーいが始まる。結構コード的にはすごくシンプルです。じゃあちょっとまずこのサビ、入りのサビのところちょっと、映しますんで見ておいてください。でですね、まあ、ここ今ラップ、じゃあちょっと A メロの方に入ってきますけど、この4行が、つまりそのラップのところなんですよね。A メロの。で、言葉が多いじゃないですか、ラップで。で、この言葉の上にある点見てください。こう、つの上に点があるでしょ？いつまでも、あるのだろうか。あの上にあるでしょ？この点でリズムを取ってます。いつまでもあるのだろうか。
うん。こういうふうに、点でこう、ワン、ツー、スリーを測ってるね。もし参考になれば、この点もね、一緒にメモってもらうと、結構、ご参考になる可能性があります。まあ、ひとまずここ、一時停止で。まずこの辺にしようかな。一時停止、はい。ちょっとここのラップはね、メモ取るの大変だから、動画の中のテロップで見る方がいいかもしれません。歌詞カード、歌詞などをネットで調べてもらってもいいと思いますけど。コード進行、ここよく見てください。この4行ね。この5行か。全部一緒ですから。F でしょ。F のライン。Em7 のライン。Dm のライン。C のラインね。ここループです。要は。こういうラップとか、ブラックミュージックにはよくある。この、決まりきったコード進行の中でこう見せるドラマみたいな。そういうかっこよさがあると思います。はい。なんで、ここはまあコード進行一緒です。歌詞だけの問題。で、ここ歌詞はもちろんラップですから、タイミングが入ったり食ったりいろいろあるんで、そこら辺はまあ、なんていうか練習ですね。はい。この点と、私はこの点で測ってます。この、くるって回してるところは早口で歌うとか、そういうふうに自分だけのメッセージ。で、ここから最後の、大サビがやってくるということですけれども。はい。で、ここに見慣れないコードがちょっとあります。後で解説します、ここはね。びっくりしたでしょ、動画の中で。はい、じゃあ、コードの解説をしていきます。まず見てください。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、これね。1、2、3、4、5、これ、オールスター勢揃いです。これ何のオールスターか。まあ、ご存知の人はわかります。はい、これガズレレ必須コード、オールスター勢揃い。で、以前私がそのガズレレ必須コード、めちゃくちゃわかりやすく解説してるわかりやすい動画がありますね。ここにリンク貼っておきます。ここでコードを勉強してください。必須ですから。これは覚えておいて、もう絶対損はないんでね。わかりやすく楽しく覚えましょう。ここで練習して覚えてください。で、今日出てきた、ここに1回だけ出てくるコードがあります。これ、CAUG、CAUGUMENT と読むらしいですが。これ簡単ですんで、ちょっと今やってみます。C っていうここのコードを押さえて、ここ押さえたままここを押さえる。これだけ聞くとなんか変な響きですけど、ここの流れやってみましょうか。ねえねえように散りゆく中に、だんだん下がっていくようなイメージ。なのでこの CAG。これを覚えておきましょう。はい。そして、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきますが、かっこいいバージョンは、コード進行は特に変わらないんです。前編にわたって16ビートです、やっぱり。ちょっとファンキーな16ビート。シャッフル、ちょっとシャッフル感があって跳ねた感じにすると、まあこの曲の雰囲気が出る、軽やかな感じが出るかなと思います。ちょっとどんな感じか。まず C でやってみましょう。今これ16ビートのチャという弾き方をやっております。この弾き方マスターしたい方、今からここにリンクあります。このリンク先はですね、ウクレレできるリズムのいろいろというところなんですけど、そこでね、まずね、何もできない方はまず8ビートをマスターしてください。8ビートができるようになったら8ビート完全ガイドっていうところがありますね。そこの動画で練習してもらって、それができるようになってから16ビートを練習してください。カチャッカチャッカチャッカ、これはシャッフルっぽくやるのがいいと思いますね。で、まあ16ビートのチャでこれ演奏したいと思うんですけれども、決めが1箇所、あります。サビに戻るところの前の、ここですね。進む道のり、ここで進む道のり、ここで決めで止まりたいですね、ここ、ここ。ちょっとここやってみましょうか。ありがとう、溢れる気持ち逆、進む道のり、花びらの、こういう感じです。じゃんじゃかじゃかじゃじゃ、こういう感じかな。花びらの、ここ決めです。G7。ここはピンク色で書いておきますので、ここチェックしておいてください。あとはやっぱりこのコンビネーション、歌、ラップとのコンビネーションが、まあ面白くもあり難しいところでもあると思います。それでは、花、オレンジレンジ、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。 1,2,3,4 Say yeah Yeah Hey Yeah Say yeah 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 いつまでもあるのだ、俺の真上にある太陽はいつまでも守りきれるだろうか。泣き笑い起こる君の表情をいつで全てなくなるのならば、二人の出会いにもっと感謝しよう。あの日あの時あの場所の奇跡はまた新しい奇跡を生むだろう。愛することで強くなること、
追い散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい。花びらのように散ってゆくこと、この世界で全て受け入れてゆこう。君が僕に残したもの、今という現実の宝物だから僕は生きて花になろう。ほい、じゃじゃん。はい、かっこいいバージョンやってみました。やっぱ16ビート独特なのファンキーなノリの中でラップで歌うっていうのはかなりですね、やっぱり、レベルは高いとは思うんですよ。なんですけれども、なんかやってるとですね、こう掴み取れるこの何かこうあると思うんで、そのなんかね、口でも言えないなんとかこの気持ちいい感覚を、感じていただければと思うんですけれども、やっぱりね、好きな曲ずっとやってるとなんか景色が変わってくると思うんでね、ぜひやってみてください。これみんなでサビなんかをね歌うと気持ちいいと思いますよ。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、4つ弾きでも十分ね、これじっくりじわーっとこう心にこう響いてくるような歌だと思います。ゆっくりで取り組んでみましょう。さあ皆さん、この音楽やる楽しみ、周りの方にもぜひお伝えください。ガズレレ YouTube チャンネルもご活用いただければと思います。チャンネルにいいねだったりチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そしていつも使っているガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズがいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、これフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここで、ホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださった方にはね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますんで、必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただいて、これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとかあるんですよ。T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチが、これ、ね、取り外しができるセパラートタイプのポーチが付いてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうな付いてる、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるといった、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てる、この、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレ、あっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあこれからも面白い、こう、ミュージックライブを、楽しい、ミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから、音楽ですよ。楽しむ。これが真ん中にあっている音楽。素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。